多元宇宙論、多元宇宙論、多元宇宙論,宇宙論とは複数の宇宙の存在を仮定した理論物理学による論説である。物理的に観測不可能な様々な事象を数学や物理学をもとに理論構築し基地の観測や観察とともに予想された物理理論の一つである。様々な SF やより理論的裏付けのない解釈で語られることも多い。 多元宇宙は理論として可能性のある複数の宇宙の集合である。多元宇宙はすべての存在を含む。これは我々が一貫して経験している歴史的な宇宙に加え空間、時間、物質及びエネルギーの全体、そしてそれらを記述する物理法則及び物理定数なども含まれる。この後は1895年にアメリカの哲学者で 心理学者のウィリアム・ジェームズによって作られた。多元宇宙が含むそれぞれの宇宙は、平行宇宙と呼ばれることもある。多元宇宙の構造、そこに含まれるそれぞれの宇宙の性質、及びそれら宇宙の間の関係は、考えている、特定の多元宇宙仮説に依存する。宇宙が一つでないと考える、理由、多元宇宙が存在する意味は、仮説によって様々である。宇宙論。 物理学、天文学、宗教、哲学、トランスパーソナル心理学及びフィクション、特にサイエンスフィクションとファンタジーにおいて多元宇宙の仮説が立てられてきた。これらの文脈では、平行宇宙は、大体宇宙、量子宇宙、相互浸透次元、平行次元、平行世界、大体現実、及び大体時系列などと呼ばれることもある。 現在の宇宙論がインフレーションを想定する限り、観測可能な宇宙以上の空間を必然的に内包する。つまり同一のビッグバンから生まれた領域内に決して物理的に干渉、観測できない領域を複数選ぶことができる。物理的に干渉できないのだからこれは一種の別の宇宙であり、平行宇宙である。ただし基本的には超遠方であるだけであって、 基本的な物理法則、物理定数、および、素粒子の種類は合致すると考えられる。ある種の物理理論によると、インフレーションの過程で複数の泡ができてしまってもよい。蒸気の多元宇宙はここでいうところの泡の中で、別の場所という話に過ぎず、物理定数と素粒子の共通性が、あが、この場合別の泡では、物理定数と素粒子が異なってもよい。 量子力学の解釈の一つで、波動関数の収縮を想定せず、すべての回に対応した世界があるとするもの。我々が住む宇宙は、無限内視、多くの次元を持つ、バルク、空間に浮かぶたったの三次元のブレイン、膜であるとするもの。当然、バルク内に、複数のブレインがあることが許容される。万物理論が、どんな形をとるのかは別として存在し、 そこに何らかの物理定数が含まれる場合、なぜ物理定数は他の値ではいけなかったのかという疑問が生ずる。一番簡単な説明はあり得る値すべての宇宙が実在し、たまたま我々の宇宙ではその値であり、そうでなければ我々は生まれなかったという人間原理によるものである。宇宙学者のマックス・テグマークはよく知られた。 観測可能な宇宙を超えた宇宙の分類学を作った。テグマークの分類によるレベルは上位になるほど拡張された概念となり、下位のレベルの宇宙を包含する。理論は無限のエルゴード的な宇宙を一般的に予測する。この宇宙は無限であり、すべての初期条件を実現するハップル体積を含むはずである。したがって、 無限の宇宙は無限の数のハップル体積を含むことになる。これら全ては同じ物理法則及び物理定数を持つが物質の分布のような配置に関してはほとんどは我々のハップル体積から異なることになる。しかしながら無限に多くのハップル体積が存在するため宇宙の地平線を超えて結果的に類似するかまたは同じですらある配置のハブル体積が存在しうる。 テグマークは、我々の住むハッブル体積と同じ配置のものはおよそ10、グーゴルプレックスより大きい数 M 離れていると算定する。この推定は、ハッブル体積状態の一様な分布を仮定しているように見えるが、実際はどんな分布でも可能であるだろう。これは、我々の特定のハッブル体積は事実上、唯一のものであろうことを意味する。 宇宙のインフレーション理論の変形である理論では、多元宇宙は全体として拡張しており、その拡張は永遠に続くとされる。しかし、宇宙のある領域は拡張を止め、それぞれ異なる泡の形態をとる。そのような泡は未発達のレベルあった次元宇宙である。アンドレイリンで及びビタリー・バンチュアリンは、これらの宇宙の数が10のスケールであると計算した。 異なるは和は異なる自発的対称性の破れを経験するであろう。その結果、異なる物理定数のような異なる性質を持つ。このレベルはまた、ジョン・ホイーラーの振動宇宙論及びリース・モーリンのを含む。ヒュー・エベレットの多世界解釈は、量子力学の解釈のいくつか、ある主流の一つである。量子力学の一つの側面として、ある観測は、 絶対的に予測することができないというものがある。代わりに異なる確率を持つ起こりうる観測の幅がある。マウイによるとこれらの起こりうるそれぞれの観測は異なる宇宙に対応する。6面のサイコロが振られたとするとその各結果が量子力学の化観測量に一致する。サイコロは全ての6通りの可能性に対応する6つの異なる宇宙に落ち込む。 より正確には、まあ、家ではの実が存在するが、他世界へ分裂してからはそれらは、一般的に、相互採用することができない。テグマークは、レベル3多元宇宙は、ハップル体積内に、レベル I2 多元宇宙よりも多くの確率を、含まないと議論する。事実上、同じ物理定数を持つレベル3多元宇宙において、分裂、によって作られすべての異なる世界、は、 レベル I 多元宇宙におけるいくつかのハップル体積の中に見つけることができる。テグマークは次のように述べている。レベル I 及びレベル3の唯一の違いはどこにあなたのドッペルゲンガーが住んでいるのかの違いである。レベル I ではそれらは三次元空間内のあらゆるところに住んでいる。レベル3ではそれらは無限次元ヒルベルト空間における 他の量子的に分岐した世界に住んでいる。同様に異なる物理定数を持つ全てのレベル2方宇宙は事実上レベル3多元宇宙における自発的対称性の破れの瞬間に分裂によって作られた世界として乱すことができる。野村康則及びラファエル・ブッソ、レオナルド・サスキンドによればこれは多元宇宙論に現れる時空の概念が冗長な ものであるからであり、このことは、レベル I から、レベル3までの多元宇宙は、実際には、等価なものであることを意味る、丸イコール量子的多世界仮説。多世界のアイデアに関連するものは、リチャード・ファインマンの及びのがある。究極集合仮説は、テグマーク自身により提唱された。このレベルは、異なる、数学的構造によって記述可能な宇宙はすべて、 等しく実在すると考える。これには我々の観測可能な宇宙のものではない、異なる低エネルギー物理法則を含まない。テグマークは次のような考えを提唱する。抽象数学は非常に一般的なので、人間の曖昧な言葉から独立したどんな純粋な形式言語で定義可能な万物の理論もまた数学的構造である。例えば異なる種類の実体。 言葉で表現されるやそれらの関係、さらなる言葉で表現されるを含む等は、数学者が集合論的モデルと呼ぶものに他ならず、一般的にその集合論的モデルを構成する形式体系を乱すことができる。これは、あらゆる想像することのできる平行宇宙理論は、レベル4の段階で記述可能であることを暗示する。 レベル4多元宇宙は全ての他の集合を包含するので多元宇宙の階層の上限となりレベル V 多次元宇宙を考える余地はない。は、しかしながら数学的構造の集合は明確に定義されてすらいないと反論する。彼はすなわちコンピュータプログラムによって記述可能な宇宙の表現のみ認めている。これには その出力ビットは有限時間内に収束するが、収束時間自身は、クルト・ゲーデルの限界のため停止するプログラムによって予測できないであろう否定しプログラムによって、記述可能な宇宙表現が明示的に含まれている。彼はまた、より制限の厳しい、手早く計算可能な宇宙の集合を明確に議論している。いくつかの理論では、宇宙は無限に連続する。 自律的な循環を行う、ビッグバン、ビッグクランチの永遠の循環など、上述の多元宇宙とは少し異なるものが、M 理論として知られる、原理論の多次元拡張理論において構想されている。M 理論において、我々の宇宙及びその他の宇宙は11次元及び26次、元空間における、次元数は観測者のカイラリティに依存する、P ブレーン同士の衝突によって作られる。 そして、核宇宙は D ブレーンの形態を取る。核宇宙にある物体はそれらの宇宙の D ブレーンに本質的に閉じ込められているが、おそらく D ブレーンに制限されていない力である重力を通して他の宇宙と相互作用し得る。これは量子宇宙における宇宙とは異なっているが、これらの概念はどちらも共に機能する。 他の宇宙の存在という概念は、なぜ我々の宇宙は、我々が経験しているように意識を持つ生命が存在するのか、なぜ物理定数がそのようにされているように見えるのかを説明するために提案出てきた。もし多数、場合によっては無限大の物理法則、または基本定数に対応する宇宙が存在するならば、これらのいくつかは天体や惑星、 そして生命が存在するのに適した物理法則を持つでろう。弱い人間原理はその時、我々が意識を持つのは意識を持つ存在のために微調整された宇宙に我々が存在しているためであるという結論を導く。このように宇宙の多くには生命が存在する確率は極端に小さいが、生命を保持する宇宙が稀であることは、 我々のような意識的存在を説明する理由として、インテリジェントデザイン説を暗示しない。これらの理論の多くは、実験による検証可能性を書いているという批判がある。そして、反証不可能である強固な物理的証拠を書いており、確証、または反証するための科学的調査の方法論の外にいる。多くの多元宇宙理論の主張が、実験的証拠や、 検証可能性を書いている理由は他の宇宙が異なる時空の枠組みにあると仮定されるためである。そのため原理的にそれらは観測することができないはずである。現代科学の論理的な基礎は仮説演疫法の論理である。これは理論による未観測の実在を提案することを認めている。もし観測可能な結果を説明するのに役立つのであれば、 将来の観測の予測、または過去に起こった観測のに基づいた理論を用いることができる。我々の宇宙を説明するだけのために未観測の宇宙が無限に存在するという仮説を立てることは、オッカムのカミソリに反しているように見えるという批判がある。テグマークの回答、回帰主義者はこれらの観測されていない世界をそれぞれ特定する必要がある。 あらゆる情報について心配する。しかし、全体の集合はその要素の一つよりも実際は非常に単純である。この原理は、アルゴリズム情報理論の文脈の観念を用いて、より形式的に語ることができる。ある数に含まれるアルゴリズム情報量は、大まかに言って、その数を出力として生成する、最も短いコンピュータプログラムの長さである。例えば、 すべての整数の集合を考える。この時、べての集合とただ一つの数では、どちらがより単純だろうか。素朴にも、あなたは単一の数がより単純だと考えるだろう。しかし、全集合は非常に短いコンピュータプログラムによって生成することができる反面、単一の数は非常に長いプログラムを必要とする。それゆえ、全集合は実質より単純である。 同様に、アインシュタイン方程式のすべての解の集合は、特定の解よりも、より単純である。前者は、少数の方程式で記述されるが、後者はある、超局面上の膨大な初期データの詳細情報を、必要とする。この教えるところは、集合の中の特定の要素に注意を絞ると、複雑性は増すため、 すべての要素の全体性の中に本来備わっている対称性及び単純性が失われるということである。この意味で、より工事のレベルの多元宇宙は、より単純である。我々の宇宙からレベル I 多元宇宙に進むと、特定の初期条件を必要としなくなる。レベル2の段階に上がると特定の物理定数を必要としなくなり、レベル4多元宇宙では、あらゆる特定の値を、 必ずとしなくなる。四つの多元宇宙レベル全ての一般的な特徴は、最も単純でほぼ間違いなく最も洗練された理論は当初から平行宇宙を含むということである。これらの宇宙の存在を否定するには、実験的に指示されていない過程及びアドホックな過程によって理論を複雑化する必要がある。例えば、波動関数の崩壊及び、 存在論的非対称性などの過程が必要となる。それゆえ、我々の判断は、より無駄が多く洗練されていないと我々が考える、多くの世界、または、多くの言葉へ到達する。おそらく、我々の宇宙の超自然的な性質に徐々に慣れていき、その奇妙さがその魅力の一部分であることに気づくだろう。可能世界は、確率、仮説上の言説、それに、 同様のものを説明する一つの方法である。デイビド・ルイスなどいくらかの哲学者は、すべての可能世界は存在する、そして実際の世界と同様に現実である、として知られる立場と信じている。あらゆる与えられた宇宙の無限の同一コピーを仮定する多元宇宙の枠組みには、異なる可能世界に同一の物体が存在できるという観念の、 刑事上学的な議論が生じる。デイビド・ルイスノによると、異なる可能世界に存在するその物体は、それぞれ同一というよりも類似しているとみなされるべきで、ある。虚構実在論では、創作が存在するということは、創作上のキャラクターも同様に存在すると考える。ここでは、哲学的な議論はともかく、人々や、月曜日や、 数や惑星が存在するのと同じような意味で、創作上の実在が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。